東京オリンピックの聖火リレーで警備に当たる北、関東総合警備保障のセキュリティ社、北関東総合警備保障株式会社は、栃木県全域と茨城県、群馬県の一部をサービスエリアとするセキュリティサービス会社、総合警備保障の主要関係会社。売上は、日本国内の総合警備保障グループ中、第6位である。 1968年12月12日設立。初代社長の青木中蔵は、茨城県出身の元栃木県の警察官で1993年12月まで社長を務めた。初代社長の長男の青木遺産は、元栃木県の警察官、1974年4月に入社、1993年12月より社長を務め、 2017年より会長。2017年からは、君の長男、青木康則が社長を務めている。創業当初は、学校や役所の警備を、おもとし、1977年頃より、現金輸送警備に参入した。2020年より、栃木県の委託により、新型コロナウイルス感染症の感染者、療養施設の出入管理業務を担当している。社内に、 栃木県日韓新全協会事務局を置いている。2004年に落成した新本社ビルは安心感の名称で一万一の際の緊急避難場所、災害情報基地としての機能を有している。本社ビルで自社主催の展覧会を開催することがある。グループ会社には北、関東系総サービス、北総産業、日本電子工学などがある。アルサック連盟会社は 多くの会社が共通の制服を採用しているが、同社はオリジナルのものを採用している。独自のマスコットキャラクター、マモル君を採用している。1995年に警備会社として初めて消火用タンク車を導入し、2003年より自前のレスキュー隊を組織するなど、災害対応に注力する。導入にあたっては、消防当局と根気強く交渉し、 塩谷広域行政組合消防本部から救助法の指導を受けた。指定管理者として栃木県防災館の管理運営を手掛けている。ありがとうございます。